鶴林寺は、兵庫県加古川市にある、天台宗の寺院。三号を、刀田山と称する。本尊は、薬師如来。震災国33箇所、第27番札所。加古川市街地のすぐ外側に位置する。近畿地方に、数多くある、聖徳大子会期伝承を持つ寺院の一つで、大子根流七大寺の一つとも言うが、創建の詳しい事情は不明である。 平安時代建築の大使堂をはじめ、相立た観論など多くの文化財を有し、西の法流寺とも称されている、針馬地方有数の古寺である。伝承では創建は、朱春天皇2年に遡り、聖徳大子が当時、モノノベモリアに迫害されて、針馬の地にいた高来像、エビンのために、旗川勝に命じて混流させたという。 養老二年未人部春のりなる人物が七動画欄を整備したというが伝承の息を出ない。ただし、水古天皇十四年、聖徳太子が法華行を抗議し、その行で天皇から、張馬国の水田百兆を得たことは、史実とされ、聖徳太子と張馬には何らかの関連があったと見られている。聖剣寺は四天皇寺政霊院という事業であったものを、天英三年に、 蕎麦天皇によって直眼書に定められたのを機に、各林寺と改めたという。鶴林寺には、飛鳥時代後期の銅像聖観論像、相立観論があり、本堂本尊の薬師三尊像は、平安時代前期、十世紀に遡る古像である。現在も主要な道塔だけで十六棟の大伽藍を、有するが、鎌倉時代、室町時代には、 大使信仰の高まりもあって寺坊だけで30、数カ坊以上を有する規模であり、寺領も2万五千石を有し、聖徳太子以来の法華行さんの寺として繁栄した。戦国時代には、近隣の諸社山園教授が、戦火に巻き込まれるなどしたが、姫路領主だった、黒田職、高黒田義孝親子の説得で、織田信長派となり戦に巻き込まれず、 当時の建築物が多数現存している。後に、福岡藩の大砲を得た黒岳は、各林寺にて大規模な法要を行い、例として、金銀を寄進した。寺には、職、高志、義高と交わした書状が多数残っている。しかし、江戸時代に入ると、次第に水微し、達中八個坊治療117国にまで落ち込んだ。 明治時代となり神物分離が行われると達中は、法商院、上新院、新仰院の参加時のみとなった。境内及び達中の周囲三方が、確認寺公園として整備され、C11 形状機器官舎などが展示されている。国宝。道内の宮殿の胸札名から o a 4年の建築とわかる。入り屋造り、本河原吹き、桁行きしち張六軒。 和洋に、禅宗様を加味した雪中様建築の代表作で、三カラトを代用する点が特色である。内部の宮殿には、秘仏の役史三尊蔵とに天像を安置する。国宝。屋根板の鎌倉時代の牧書から天英三年の建築とわかる。本堂の手前右方に立つ。堂内に壁画の聖徳太子像があることから太子堂と呼ばれているが、元来は、 北家堂と称された堂で、本堂手前左方に立つ常行堂と体を成している。屋根は、宝行造り、日和田ぶき。桁雪、張間とも三軒の母屋の前面に、張間一軒の孫び差しを付した形式になり、側面から見ると、母屋と孫び差しの境で、軒先の線が折れ曲がる、すがる破風の形になる。堂内には、本尊釈迦三尊像を安置する。建築とともに、 道内の壁画も平安時代絵画の希少内品として重要である。東側壁面に描かれた聖徳太子像は中世から図紙で覆われ、秘物扱いとされている。雷号壁の表裏には、九本雷号図と仏ハン図が描かれているが、黒ずんでいて、肉眼では図柄を確認できず、赤外線写真で全貌が確認された。本堂細部扉は3からと、 組物はひじきを前方に二段持ち出した二手先とし、組物間に置く中園は、カエルマタと相当を組み合わせたものである。大使堂阿弥陀三尊像聖函の立像かつては、国鉄高佐五線閣林寺駅が至近距離に立地していたが、1984年に廃止された。ありがとうございます。